こんにちは。ドラフト7勝を目指す初心者です。今日はですね、アーキ別にコモン・アンコモンの、高勝率カードを並べてみたというところで、赤、青、イゼットカラーの、コモン・アンコモンの高勝率カードを見てみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、一番左上が、強いカード、そしてから右に行くほど弱く、また下に行くほど弱いという形になっております。で、右横のタッチカラーが、そのタッチの候補になっていきます。はい。では見ていきましょう。ハズクロー勇者、芸術的な拒絶といった、どこでも強いカードが入っており、また赤の3点火力、そして掻き立てる炎の点数が高くなっております。そして囚われの騎馬もこれもいつでも強いカード。またですね、鉄子が、結構点数が高くなっております。まあ、1のトークンが結構出たりするっていうところもあると思います。それからエファラの分散、こちらも、大体どこでも強いカード。で、メルカディアの、バトル、そしてスカルドといったところ。そして、これも強いスカイクレイブですね。そして、ラルの援軍は、このイゼットで一番力を発揮する形のカードになりますね。それから41の、登場カード。これも、かなりイゼットで強く使えるかなというところですね。2体分の働きをするので。それからお告げの行商人の点数もなかなか高くなっていますね。こちらの、41の登場だったりとか、あとは、そうですね。ギタ名とかですかね。の、コストだったり、あとは、変身コストですね。キマとか、スカイクレイブの変身コストだったりとかって、とかで、マナを使わずにですね、できるというところと、あとは、そうですね、1マナ11なので、その、召集の種になるっていうところも、点数が高くなっているところかなと思いますね。それからですね、キセレクスの、騎士ですね。22飛行、警戒の。はい。それから、ケンラですね。このケンラとか、騎士とかは、まあ、強いカードなんですけども、そこまで点数は高くないという形なのかなという感じですね。はい。それから、タッチカラーなんですけども、黒タッチの場合は、まあ、この31の飛行ですね。まあ、こちらは、まあ、インスタントソーサリー強い、カラーなので、まあ、長引いた時とかにも、アドドとして、こちらの31飛行が活躍するのかなというところ。まあ、タッチ白で、まあ、例えば、白のボムレアとか、タッチするような形だったりとか、あとは、白青のバトルカードとかね、めちゃくちゃ強いカードとかもあって済んで、そういったところのタッチとして、この白の、コモン、サイクリングですね、使えるかなというところで、使用は高くなっております。単体ではそんなに高くないんですね。だけど、タッチでかなり使えるカードなんですよね。それからですね、アモンケットの進行。これも、アド取れるというところで、まあ、黒、タッチする場合は、こちらの方を使っていくという形になります。はい。はい。それからですね、1段を取りますけども、次の、優先カードを見ていきます。はい。刑事的浄化。まあ、こちらの召集で、除去できるというところで、除去はやっぱり大事なのねっていうところですね。それがギター名ですね。こちらの方は、まあ、アド取ってというところで。そしてから、精神の、交差。こちらもですね、召集で非常に、有用なアドゲンですね。それからマルチカラーが入ってきますね。こちらも横展開するにはかなりいいカード。まあ、だけど点数としてはそこまで。まあ、5マナというところもあると思いますけども、点数としてはそこまでというところですね。それからサイバーですね。そして本質の同化。あとはルーン目の因果なんか入っていますね。結構、まあ、横展開してクーチャー並ぶと思うんで、まあ結構死ぬパターンとかもあるんで、3枚ドローなんか狙えたりすると思いますね。それから、ちょっとこれ変わり種なんですけども、まあ、1点火力、まあ、あるいは5点になるというところで、まあ、こういったカードも、もしかしたらメインに入るかもしれないというところですね。他のピック次第というところでしょうか。それから、タッチカラーを検討できる色なので、偵察機というところも入ってくるかなというところもありますね。タッチカラーとして、まあ、黒が入るんだったら、まあ、最後の人は除去とか、あとは緑が入るんだったら、イモーティーなんか、アドゲンとして入ってきますね。さらに、優先順位は下がるんですけども、渋山のこのドラゴンですね。速攻ドラゴン、飛行ドラゴンですね。それから装備カード、瞬足の、装備ですね。それから、まあ、タッチする場合とかにも使える、32の、登場、バイクですね。それからレガーサー、バトル、それから、1011、まあ、これは土地がマナフラした時とかの、使えるカードですね。それからザルファー、それから高速飛び、殴り棒、それから6点火力なんか入っていますね。それからですね、ラフがタッチとしては考えられるかなというところもありますね。まあ、この辺はちょっと優先順位はちょっと低くなっていきますけども、まあ、こういったカードも、入れる価値があるかなというところで入っていきます。はい。
まあ、結構ですね、動きが決まっている形の色なのかなというところで、決まれば強いし、結構アドトムとかも取ったりとか、まあ、できれば殴っていきたい色でというところの色になりますね。